ネイティブダンサーはアメリカ合衆国の競争馬である。生涯成績は22戦21勝で、唯一の敗戦がケンタッキーダービー2着のみという戦績を残した。主な勝ち倉はプリークネスステークス、ベルモントステークス。いつの間にか先頭に立っているレースぶりと足毛の馬体が当時のモノクロテレビで生えたタメグレーゴースト。 グレイファントムの愛称で呼ばれ雑誌、タイムの表紙を飾るなど人気を博した。1952年度及び1954年度のアメリカ年度代表馬に選出。1952年1952年4月19日にニューヨーク州ロングアイランドのジャマイカ競馬場で行われたダート1000メートルのレースでデビューし、勝利を挙げた。4日後に同じく、 ジャマイカ競馬場で行われたユースフルステークスに出走し優勝2戦目で重賞制覇を達成した。その後前市の間骨に骨膜炎を発症して休養を取り8月にサラトガで復帰すると同競馬場で1ヶ月の間に4戦しすべて優勝した。この時期にはネイティブダンサーはアメリカでもかなり知られた存在になっていた。 その後も9月にフューチュリティステークスをダート1300メートルの世界タイレコードで優勝するなど急戦前勝の成績を上げ2歳戦の賞金レコードを塗り替える活躍を見せたネイティブダンサーはサイテーションをしのぐ戦後最強の名馬と評価され1952年の年度代表馬に選ばれた全米フリーハンデでも2歳馬としては過去最高の評価を得た 1953年翌1953年前年の秋から気候の温暖なカリフォルニア州で過ごしていたネイティブダンサーは4月に東部に戻りレースに復帰ジャマイカ競馬場で行われたゴーサムステークスとウッドメモリアルステークスを連勝したこれで成績を11戦全勝としたネイティブダンサーは続くアメリカ三冠競争第一戦のケンタッキーダービーで 単勝オッズ1.7倍の一番人気に支持されたが4番手で、レースを進めた。ネイティブダンサーは逃げた。ダークスターを頭差し交わすことができず2着となり、障害発、そして唯一となる敗戦を喫した。ネイティブダンサーは、その後アメリカ3巻、第2戦のプリークネスステークスと、第3戦のベルモントステークスでも、ジャミーケイと接戦を演じ、共に、 首差で勝利。二冠を達成した。ベルモントステークス優勝後、ネイティブダンサーは7月から8月にかけて4戦し、いずれも2着馬に2馬身以上の差をつけて勝利した。同じ頃1歳年上のトム・フールが、ニューヨークハンデギャップ三冠を達成するなど、連戦連勝を続けていた。ネイティブダンサーとトム・フールは共に9月に行われる。 シソンビーステイクスへの出走を決めようばの対決に、競馬ファンの注目が集まったが、ネイティブダンサーが前年に患った前足の骨膜炎を再発させて、休養を余儀なくされ、対決は実現しなかった。ネイティブダンサーは年内に復帰することができず10戦9勝で、この年のシーズンを終えることになった。一方、トムフールは、 連勝を続けて10戦10勝の成績でこの年のシーズンを終え、年度代表馬に選出された。ネイティブダンサーは最優秀3歳馬に選出されるにとどまった。1954年場所のアルフレッド・グウィン・バンダービルト2世がメリーランド州に所有するサガモア牧場で冬を過ごした。ネイティブダンサーは5月に復帰した。復帰初戦を優勝し、2戦目には、 メトロポリタンハンデキャップが選ばれた。障害初のハンデキャップ競争となった、このレースで 59kg の金量を背負った、ネイティブダンサーは伸びをかき、ストレートフェースを接戦の末、首差で下し優勝した。レース後前足の骨膜炎が再発し、予定していたサバーバンハンデキャップには出走せず、休養を取ることになった。その看馬詩のバンダービルトは、 ネイティブダンサーの外線門章遠征を計画。調教師のウィリアム・シー・ウィンフリーがフランスを視察に訪れた。8月に入り、骨膜炎が収まった。ネイティブダンサーはオネオンタに出走。62.1kg の金量を課せられたものの2着馬に急馬身の差をつけて優勝した。なお、このレースでは、ネイティブダンサーのあまりの人気に馬券が発売されなかった。 法律で単焦の配当は1.05倍以上と決められており主催者側が馬券を発行すると赤字になると判断したためである8月下旬調教を終えたネイティブダンサーに派行が認められ検査の結果全死に屈検炎を発症していることが判明バンダービルトは直ちにネイティブダンサーの引退を決断し主ュ馬としてサガモア牧場で つなぎをすると発表した。なお、この年は、シーズン途中で引退したため参戦参勝の成績に終わったが、生涯2度目の年度代表馬に選出された。種ボバとなった、ネイティブダンサーの種付け料は5000米ドルという、当時としては、非常に高い金額に設定されたが、それでも種付け申し込みが殺到した。 種ボバ成績は良好で種付け量は1963年に7500ドル、1964年に1万ドル、1965年に1万5000ドル、1967年には2万ドルにまで上昇した。ちなみにセリーチに上場されたネイティブダンサー3区の平均落札額は2万6381ドルであった。 タネボバ成績は1966年に、ボールドルラーに次ぐリーディングサイヤー第2位になったのが、最高で、3区のフラダンサーが活躍したイギリスとフランスでも、リーディングサイヤー10位以内に入ったことがある。ブルードメアサイヤーとしては、ノーザンダンサーなどを輩出した。タネボバとしてのネイティブダンサーの最大の特徴の、一つは、タネボバの父として、成功を収めた点にある。 タネボバとして活躍したネイティブダンサーの3区にはレーズアネイティブ、ダンキューピッドなどがいる。レーズアネイティブの3区、ミスター・プロスペクターはタネボバとして大きな成功を収めネイティブダンサーの直系子孫を大きく発展させた。近年ではこの系統はミスター・プロスペクター系と呼ばれ、競馬界における大きな決闘勢力の一つとなっている。日本へは カウアイキング、エタン、ダンサーズイメージ、ダンシングキャップ、タカウオークなどが輸入された。ダンシングキャップは、オグリキャップの父として知られている。1967年11月14日、サガマワ牧場の敷地内で、激しい戦痛を起こし苦しむネイティブダンサーが、発見された。ペンシルベニア大学へ移送され、超閉塞の手術が、 行われ成功したものの衰弱が激しく、11月16日に死亡した。後日、ネイティブダンサーが、象徴がんを患っていたことが判明した。ネイティブダンサーの遺体は、サガモア牧場へ運ばれ、敷地内に埋葬された。自家後のレーズアネイティブが、ミスター・プロスペクター、ボフとして、ノーザンダンサー、と20世紀を代表する大守母場ト頭。 孫の世代で出しており、現在の世界競馬でネイティブダンサーの血を含まない競争馬はほぼ皆無である。母の芸者はネイティブダンサーの生産者、馬主であるアルフレッド・グイン・バンダービルト2世の生産馬で、その母都はバンダービルトが購入した馬である。共に日本を連想させる名前である。芸者の孫には着物という名の競争馬もいる。ありがとうございます。